まず、作業台を作りたいと。で、作業台を作る、どこだ？作業台は、あった。作業台はそう、インゴットがここ。で、石50、木材30、革20なので、で、インゴットを作るためには、まず、この、精錬炉ですね。精錬炉を作って、精錬炉に、鉄のね、金属鉱石が、多分今、ここの中にも入ってるんじゃないかな、ちょろっと。ありましたね。ここ、なぜかここに60個あるんですけど、まあ、ここでは作らなくて、一旦ちょっと、建設予定地に飛びましょう。はい。というわけで、建設予定地に来たんですけど、まずちょっと一旦ね、荷物を整理したいと思います。今多分、盾とかね、いっぱい持ってるので、この辺ちょっと荷物になっちゃうので、で、今僕が立ってる、ちょうどここに立てようと思うので、なので、ちょっと今これがあると邪魔になっちゃうので、一旦、そこの上に、ここ登れるかな？ああ、そう、この辺に、あ、落ちちゃった。ここから確か登れるはず。そう、この辺に一旦、ちょっと、豆腐ハウスを作って、そこに作業台と精錬炉を作って、作業場をね、作ると思います。で、この辺のね、岩を砕いたりして、ちょっと小屋をね、立てたいと思います。なので、まずはちょっと荷物整理をしますね。こっちに移しましょう。で、多分普通ならこの辺でカットしてもいいんですけど、どうしようかな とりあえず、わかんない。カットしてるかもしれないし、カットしてないかもしれないです。で、木材を適当に持って、繊維も持って、一旦、向こうに木の土台を置きましょう。ちょっと重いかな？大丈夫かな？でも言って結構持てるようになったんですよ。レベルも上がって。そう。最近ちょっと、ステータス売ってるところをお見せしてなかったんですけど、今ですね、重量が303まで増えました。結構持てるようになりましたね。あと、僕これ、ちょっと気づいたことがあって、これもしかしたら、モバイル版ならではなのかわかんないんですけど、その、ステータスを振ってない、部分も成長してるんですよ。そう、僕、もうここ最近ずっと重量にしか振ってないんですけど、なぜか食料とか水分ゲージも伸びてて、今、食料値が111.5とかいう中途半端な数字になってるんですよ。もともと100だったんですよ。ただ、一回も振ってないのに、成長してて、これ、何、最近のアークの仕様なのか、はたまたモバイルアーク、ならではの仕様なのか、わかんないんですけど、すごい、まあ嬉しいですよね。すごいプレイヤーにとっては楽。結局やっぱステータスが伸びると、ね、サバイバルするのも楽になっていくので、スタミナとかも勝手に伸びてますもんね。あと体力もか。体力は今141。で、スタミナが160になってて、酸素値とか、あと、なんだ？メレーもちょっと伸びてますね。もともと100なんですけど、今105.8。移動速度は多分これ伸びてないと思います。僕もが以前振って114にしてそのままだと思いますね。ただ忍耐力とか、何気に作業速度、作業速度ね、作成速度も伸びてるので、というわけで、まずは、土台を作って、土台を作って、で、どうしましょうか。ちょっとさすがに1マスは作業台置くスペースないし、4マスぐらいにします？ただちょっとここで4マスの小屋作るのも、素材的に贅沢っちゃ贅沢。いやでも4マスにしときましょうか。なんだかんだ言って。どうせ、今回カジュアルなので、あれなんですよね。解体して、そのまま、使い回しができるので、ちょっと、そんなこだわってもあれなんですけど、まあ、崖際に立てましょう。で、スロープが欲しいところ。ただ、何が足りない？木材が足りない。木材はあります。ちょっと取りに行きましょう。
さあ、木材取ってきたので、スロープを作って、まあ、入り口がね、入りやすいように一応。で、ドア枠とドアを作って、とりあえずね、とりあえずこの辺を作って、スロープ、ドア枠、ドア。で、まあ、ここでいいでしょう。もう本当に、もう豆腐小屋、四角の小屋を作りましょう、まずはね。で、これちなみに、そうだ、ちょ、確認したいことがあって、これ、わらだと確認できなかったんですけど、果たして、裏表の切り替えとかっていうのはできるのかな？あ、ちゃんとありますね。あ、なるほど。これでちゃんと裏表できる。これ大事ですよ。あ、しかも、あー、なるほど。あー、なるほど。設置しちゃった。まあまあ、それは回収できるとかいいんですけど。おー、ちゃんと、あー、なるほどね。あー、その辺は、もう完全にこの辺僕初見なので、あー、なるほど。ちゃんと裏表、設定できるんだ。あ、じゃあ結構これで、もうこれできるだけで建築の幅広がりますからね。マジで。あ、なるほどね。あ、できるんだ。オッケーオッケー。それができるの知ってよかった。あ、なんか一気に暗くなった。大丈夫？もう早く立てましょう。そうか、そうか。ちょっとテンション上がるな、それは。なるほどね。あ、これ大丈夫、これ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。オッケーオッケーオッケー。いやー、懐かしいな。建築をするのも本当に久々だな。なるほどね。モバイル版はこういう感じなのか。よし。で、壁を、まずは、設置して、で、2段目ね。やっぱ天井は僕、低いのあんまり好きじゃないんですよ。あえてね、そういうちっちゃい家を建てるときは別にいいんですけど、基本的には生活スペースは天井は高めに取っておきたい。で、木材をまた、あー、これ足りるか。なんか、なんだかんだ言って、準備してた素材全部使って、作業小屋を作ることになりそうだ。って考えると、さっきの素材量だと、まだまだこれぐらいの小屋しか建てられないっていうことなので、やっぱり、鉄の道具は必要だったんですよね。で、これで、あと天井。もう完全な豆腐ですけど、まあ、よしとしましょう。今はね、素材も全然ないので、いや、正直、豆腐だとしてもこだわるんだったら、この角とかに柱をね、使ったりとかね。まあ、それは若干アクセントが効いて良かったりするんですけど、まあ、その辺は、今は素材が足りないので、いいとして、天井、4枚。よし。これでまずは、やっと小屋が これちなみにもしかしてこれ。あー、なるほど。向きも変えられるんだ。あ、それは偉い。偉いというか、ちゃんとできるんだ。あー、なるほどね。OK。で、設置しましょう。あ、家らしくなって、もうこの、単足だけで。作業台を、そこに置きたいから、なんか、適当に、この、真ん中とかに。ただそうか、ちょっとアイテムの設置が、きっちりはでき、難しいですね。あー、でも意外と、頑張れば。はい。OK。まあ、あと、回収できるようになったので、もしね、気に入らない角度だったら、もう一回回収してっていうのができるので、で、まずは、精錬炉ですね。多分、金属鉱石はちょっと僕多分取ってあるんですよ。よし。そうですね。金属。まあ、12個じゃ、作業台に何個？ 5 個か。5個必要なので、もうちょっと。あ、いや、足りるか。足りるか。とりあえず皮を持って、これで多分、精錬炉。何が足りない？石が、あ、石結構いるのか。そうか。そうか、そうか。そうだ、精錬炉は石が、結構必要になるんですね。じゃあ石を、石今入ってたかな？多分125個はないはず。30か。で、火打ち石、まあ、火打ち石今からどうせ石叩いたら。でも、まだちょっとこの辺砕かないでおこうかな。まだね。まあ、最近、今のところまだレックスとか湧いてないので大丈夫だと思うんですけど。
よし。ちょっと軽く石集めてきますね、じゃあ。よし。これで石、足りてますね。足りてるので、精錬炉を作成しましょう。よし。これでやっと、石器時代に 石器時代から鉄器時代に。これでやっと鉄器時代になるのは嬉しいんですけど、あとそうだ、僕全然コメントしてなかったんですけど、この、スタック数が、これモバイルアークならではなのか、ちょっとわからないんですけど、最近のね、PC 版のアップデート状況を確認してないのでわからないんですけど、これ、最初からスタック数多いですよね。というか、むしろなんか軽くスタックもっと入ってる。ベリーとかも、確か数百までしかスタックしないんですけど、なんかもう500とかまでスタックしてて、多分今、あそこのチェストに入ってるんですけど、すごい、めっちゃ楽なんですよね。そう。これもう300とか、で、確か上限が500までだったはず。さっき確認した時に。で、お肉も、通常20までなんですけど、これ多分今、あれですけど、もう、あとこことか31超えてて、確か40がマックスなんですよ、肉は。倍持てるっていう。で、しかもこの辺の繊維とかね、繊維とかだって腐るほど集めないといけないのに、全くスタックできなかったので、これもしかしたらモバイル版はやっぱソロプレイしやすいように、スタックモッドが最初から入ってるのかなってちょっと思いました。で、そのやっと精錬炉がね、できたので、まあ、あ、そう、レベルアップがしてあるので、積載に振りましょう。なんか伸びが、伸び、悪くない？ 313。そうでもないか。まあ、10は上がったのかな。まあ、いいや。その辺は気にせず。よし。じゃあ、どうしようかな。もう入り口入ってすぐに設置できるように。いやー、どうしようかな。こっちでいいかな。ちょうどいいスペースあるし。ここ。で、ちょっと、こっちに回したい。OK! よし。いや、これでやっと。OK! これで7個はできるはず。14からので。まあ、適当に木材を100ぐらい突っ込んどく？まあ、余裕で足りるでしょう。火をつける。よし。ちゃんとゲージが見えるんだ。なるほどね。で、まあ、この辺に素材全部ぶち込みましょうかね。ちょっと、なんか、道具系と素材系で分けたいな、チェスト。なので、収納ボックスを作って、そっちは素材入れるやつとして、まあ、こっちに適当になんか、いらない装備とかね、多分、今後も、ガチャしていくと、ライフルとか、盾とかね、木の盾とか、多分、そこ本当はきっちりしたいんだけど、まあ、もうここは掘っ立て小屋というか、もう作業場なので、まあその辺は気にせずに。で、素材をぶち込んでおきます。違う、こっちは、違った。こっちは、盾。あと、盾をあそこに入れて、あと、こっちにね、ちょっと箱に入ってるものを全部移します。さ、この辺のね、盾と、あと釣竿。そうだ、釣竿も、そう、これ釣りって、PC 版だとキーボードの入力なんですよね。なんか、AWASD、A が今2回出てきたけど、なんかその、キーを入力して釣りをするんですけど、これモバイル版だとどうなってんのかな？まあ、その辺もね、今後、見ていきたいところ。よしよしよし。で、素材もぶち込んでやりましょう。この辺、入れて。ちょっとこの、転送の。OK、はい。ベリーを、とりあえず突っ込んでいきましょう。OK。で、あともう一つ箱があったはず。これ、積載開けてると何が便利って、アイテムをこう、一気に全部持っていけるっていうね。ほんと、建築、積載振ってる人だけの特権というか、これは。
これがね、めっちゃ便利。で、そうだ、ちょっとベッドを増やしたかったんですよ。ベッドが多分今、1個しか設置してないんじゃない？そうですね。1個しか設置してないので、これを向こうの作業小屋に、一旦ちょっと全部壊してね、あそこに建築していくので、こっちにベッドを、まあ、3個ぐらい作っといた方がいいかな。多分なんだかんだ言って、その、資材集めとかね、してる合間も、なんだろう。殺されちゃうこともあると思うので、不意打ちでね。素材を全部突っ込んで。これちなみに、セメントとか真珠とか、こっそり、持ってるんですけど、まあ、こっそりじゃないですけど、これ、裏でね、ビーバーのダムから取ってきました。まあ、セメントはね、今後、大量に必要になると思うので、まあ、今のうちにね。で、まあ、真珠もね、あると、今後、機械化していく中で必要になってくるので、そうですね、ビーバーのダムから今のうちに取っておけるときは取るようにしておきます。ということで、ちょっと危ない、ベッド作っておかないと。で、そうだ、ちなみに今全部の革が245なんですけど、これ全然足りてない。まず、ピッケルさえできれば、革が256。で、今僕が245持ってて、ちょっと、どうしようかな、ベッドを ベッドひとまず1個だけにしますか。いや、ちょっと2個ぐらいでもいいか。まあ、2個作っておいて。で、一番最初に建てた小屋があるじゃないですか。あそこにもしかしたら革が、ちょっと、あるんじゃないかなと思うので、まああれは、そこから、取っていきましょう。で、そろそろ多分鉄が焼けていると思うので、そうですね、焼けてるの、ま、決してもったいない。消して、インゴット抜いて、で、ちょっと夜なので寝ましょう。で、この辺ね、ちょっと、水を飲むのが、下に降りないといけないので、まあその辺もね、しっかりと、インフラ整備もしていきましょう。ベリーでいいかな？朝ごはんは。で、ベリーをはめて食べると。ちょっと水も飲んできます。まあ、こうやってね、もう、レベルが上がってくると、やることも増えてくるので、そっからがまた楽しいんですよね。こうやって。あれもしたい、これもしたいってなってね。ちょっと上がりたいんだけど、とりあえず水は飲んできたので、朝にして何するって言ったっけ？そう、作業台か。作業台がこれで、作れるはず。右上。何が足りない？ああ、石が足りないか。石、ああ、29。ちょっと叩けば、手に入るので、ちょっと取りに行きましょう。というか、服を着ろっていう話、来ます。服ね。せっかく、あるんだからずっとね、持ってるだけじゃダメ。で、石、まあ、軽くね、叩くだけで。どうだろう？こんなもんで足りるんじゃないかな。54。足りますね。で、作業台作って、食料保存庫も作っときたいんで、ちょっと軽く叩きましょう。あとあれだ。そうだ、食料保存庫が必要になってくると、スリーバッチも必要なんですよね。その食料保存庫を使うために、発火棚っていうのが必要になってくるんですけど、その発火棚を作るのにまたスリーバッチが必要っていうね。で、そのスリーバッチにも石を使うので、で、僕、発火棚覚えてますよね。覚えてる。これですね、発火棚。これも、以前ね、作ったこの麻酔薬を作るときに使ったこのすり鉢で作れるので、まずは、食料保存庫。そして、すり鉢は、どこだ？すり鉢、あれ？あった。石が足りない。ちょっと叩きます。よし。これぐらいで足りるんじゃないでしょうか。修理。
で、すり鉢の石はまだ足りない。結構使うんですよね。そう、意外と序盤石も結構使うっていう。で、しかも、今まだ木の、家しか僕作れませんけど、この木の家の次に作れる家が、石なんですよね。石の家が次に作れるんですけど、結構ね、その、石の家は、それこそ、めちゃくちゃ石を使うので、そうなってくると、もう人の手で、石の家を作るの結構大変なんですよね。まあ、それこそね、なんかトライブとかで、大勢の人数でね、マンパワーで素材集めすれば、石のね、家も作れたりとか、結構すぐにね、作れるんですけど、ソロプレイだとね、もうそろそろ、もうこの家を作ったら、もう次はね、必要な恐竜をテイムし始めたい。ので、うん。で、すり鉢が作れたので、もうね、正直ね、今こうやって、人の手でね、素材集めしてるのもだいぶ効率悪いんですよ、本当は。まあ、序盤だからまだ仕方ないですけど、さっさと、正直、このゲームって結局恐竜ゲーなので、そう、結局早く、その、素材集めをする恐竜たちをテイムした方が、まあ、実は効率がいいっていうのはあるんですよね。うん。そうだ。というか、作業台要素を作ったんだ。なので、作業台を設置したい。で、この辺も、ちょっと一旦ベリーを外して、作業台はここに置きたいんですけど、そうだよね。まあ、その辺の仕様は多分、なるほどね。あ、変わってないですね。その、こうやってね、プレイヤーは、この壁ギリギリに設置したいのに、させないっていうね、その仕様ね。クソうざいですよね。あ、すいません。ちょっと言葉が汚くなってしまって。なので、これは毎回、壊さないといけないというね。これで、そして、モバイル版だと、だいぶこの辺の操作が、ちょっと下がってもらって、ちょっと、この辺こだわってもいいですか、ほんと。ちょっとここ壊して、ここも壊して、この辺。ちょっと待って、奥行きがわかんないな。ちょっと、一回、試しに置こうか。これで、壁に、いや、ダメ。ちょっとそこは、こだわろう。もうちょっと前だ。で、この回収機能、ほんと便利ですよね。昔はなかったからな。で、もうちょい右に行ってもらえない？もうちょい。あ、OK。で、奥行き。奥行き。この辺、今いいんじゃない？OK。ちょっと斜めってるけど、まあ、モバイル版は、正直、多分ね、仕方ないですよね。その辺、マウス操作じゃないので、で、素材が全部返ってきてるので、もう一回、この辺作って。壁。多分、ギリギリ設置できるはず。ちょっと待ってくださいね。いける、頼む。なるほどね。干渉しちゃってるんですね。はい。というわけで、もう一回ね、解体して、あ、こういうとこお見せしていきますからね。お見せしていきますよ。メインみたいなもんですから、ここが。こういうところちゃんとお見せしていく。たとえ、なんか、すごい、早くしろよってなるかもしれないんですけど、これもね、やっぱ建築。ちょっと待ってくださいね。もうちょい進めそうな気がするんだよな。もう一歩。で、ただこれだと出すぎなんで、ちょっと下げる。
あっ、オッケーオッケーオッケー、設置して、これでどう、これでどう、うわ完璧完璧じゃない、ほらほらよし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 、いいでしょいいでしょ。でドアを設置する、ちょっと一旦それすり鉢どけて、これでうんちょうどいいですね、これでこの辺にすぐにアクセスできて、でできればこの隙間にもう一個、あ、まあチェスト、まあいっか、まあ、いいや、そこに本当はチェストをぴっちりあのここにね設置、その隙間に設置したかったんですけど、まあまあまあとりあえずはいいとして、で食料保存庫をここにちょっとこれでいいかな、で、すり鉢、すり鉢。すり鉢もその手前でいいかな。ここで結局使うことになるし。うん。で、ブループリントを、これで作業台にブループリントを入れる。よし。入れておきましょう。まあ、適当に、この槍とか、まあ、これ多分槍、この鉄槍絶対作らないけどな。だって川1436ですよ。もうその川取れるんだったらもう恐竜でいいよって。わざわざ槍使って戦わないっていう。で、さあ、まあ一番最初まずピッケル作って、ピッケルさえ作れば多分そっからはね、インゴットを手に入れやすいので、まあまあまあ。よし。オッケー、ひとまずいいでしょう。小屋作れました。いいんじゃない？一番最初の作業場としては。で、これ作って、次回、ちょっと僕ね、あの裏で頑張って素材めっちゃ集めるので、うん。頑張って、素材、あつあーちょ、危ない、落ちないで。うん。ここにね、ちょっとあっちの正面から、ここに、最初の一軒目を建てましょう。家をね、僕のマイホームを、ちょっとこの辺の、草むしりもしときますわ。綺麗に。いいね、いいね。いいね。じゃあ、あそこでね、作業場、あって。で、あの木を残したいんですよ、この子。この木。この木はちょっとね、アクセントとして残しておいて。まあ、この辺にね、小屋を建てましょう。うん。いいんじゃないかな。よしよしよし。とりあえず、準備編というわけで、今回はこの辺で終わろうと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。